東洋駒沢専修の3大学は一般選抜の募集人員が全体の 60% 以上を占めると推定されます。指定校推薦や内部推薦での受験が難しい場合は一般選抜をメインに入試を調べてみるのが良さそう。その一般選抜ではここ5年の合格率が上がっています。23年度入試偏差値50代前半の受験生は文系学部は5割近く、理系学部は7割近くの可能性でした。その他の偏差値帯についてはこちら、今の自分だったらどのくらいの合格率か確認してみてください。